国民民主党山尾志織、吐きだめ会合と批判され激怒。先日、国民民主党の山尾志織さんが、令和新選組の山本太郎さんと、立憲民主党の須藤元気さん、高井隆さんらと会合したことについて、本日、山尾さんがこのような発言をされました。一部報道を見てすすぐにととか吐きためと評価するのは 違うんじゃないでしょうかとなっておりまして。まあ、この、会合された、会合に参加された方々のメンツを見てしまいますと、まあ、そういった評価がなされても、まだですね、まあ、優しい評価なんじゃないかと思ってしまいますが、国民がそういった評価をされるのは、 まあ、因果応報だと思いますし、山尾さんの思想と山本さんやまあ須藤さんの思想が一致するとはまあ思えないという問題もございますし、この山本さんとですね、須藤さんはま同じような存在でございますが、そういったくくりにいたしますと、 まあ山尾さんと、まあ、高井隆さんも、まあ、同じような分類にはなるのかもしれませんけども、まあ、山尾さんにはですね国民の皆様が有権者の皆様が、まあ、この会合に参加された方々に対して、まあ、どういった評価をされているのかぜひ、まあ、とも 想像力を働かせていただき、まあそういった評価をされるのが嫌だというのであれば、そのような評価を覆すことができるように、しっかりと国会議員として仕事をしていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。